ああ、身バレの話か。身バレもしたね。ちょうどヒカキンさんとコラボした日に、電話が飛んできて。でもあれね、なんか、話をした感じは、まあ、ヒカキンさんとのコラボで知ったわけではなかったっぽい、どうやら。積み重ねだったわ。積み重ねで、身バレしたわ。まあ、なんか、先輩って言っても本当になんか、先輩だけど、なんかまあ、年上の友達みたいな感じかな。10年ぶりぐらいにマジ電話来て、なんだと思って、直したら、も君 YouTube やってる？って言われて、うーん、知らんすねーって言いながら 知らんすねーって言いながら、そっからいろんな話をして、そう、積み重ね身バレだった。その、僕まあなんだかんだちょいちょい、情報小出しにしてるのがあるから、それこそ、いつだっけな、最強決定戦の頃から見てるって言われて、二次三次箱推しらしいっす。二次三次箱推しで。だから、でも、配信全部見てるらしくて、ほとんど。それでまあ多分僕とコラボしたやつかな。それこそ福津派とコラボしたやつとか。いろんな断片的な情報をかき集めて、わかるんだねって言ったら。なんかそういう声でんってなって。で、僕、カラオケも行ったことあるから、歌声でまた、ん？ってなって っていう積み重ねの末の身バレだった、あれは。あとね、そう、最近さ、もう一個怖いことあって、ツイッターのリア垢を覗いたら、僕のマスターに到達したツイートのいいねが回ってきた。僕の高校時代の友人が、僕のマスター到達ツイートをいいねした。最近あった二大怖い話、その二つだね。